皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は原神のファミ通紹介をしていきたいと思います。個性豊かなキャラクターとモンスターが旅人たちを待っています。ではキャラクターを紹介します。スクロース、キャラクターボイスは藤田茜さんです。風の元素を操るセピロス騎士団の錬金術師でアルベドの助手を務めます。担当している研究分野は生物錬金です。彼女の目標は錬金術でゾンチの生命形態を改良して世界をより豊かにすることです。続きましてフィッシュル&オス、キャラクターボイスは内田真彩さんと増谷康則さんです。冒険者協会モンド支部に所属する少女で断罪の公女と自称しています。オズという名前の漆黒のカラスとともに冒険者として活躍中です。中二病的な言動が多いですが、冒険者としての実力はかなりのものです。続きまして陽光、キャラクターボイスは大原さやかさんです。常に優雅な微笑みを浮かべる DUA の権力者で岩の元素を操ります。 DUA 七星の点検として絶大な権力、富、知恵を持つ女性です。上空から DUA の港町を一望できる巨大な空中神殿、軍玉閣を有します。続きましてシャンリン、キャラクターボイスは小沢亜里さんです。火の元素を操る料理人で DUA 校にある店万民堂のシェフ兼給酒を担当しています。料理に対して人一倍情熱を持っていて、未知なる食材料理に目がありません。料理の腕前はかなりのもので激辛料理が得意です。続きまして北斗、キャラクターボイスは小清水亜美さんです。雷の元素を持って南十字と呼ばれる武装戦隊の統領を務める女性です。 DUA の人々に慕われていて人望も厚いです。冥界の巨獣ですら彼女には勝てないという噂が流れるほどすごい腕を持っています。では北風の狼ボレアス、氷の元素を操る狼の王様です。軍狼が脅威にさらされた時に姿を現して鋭い牙と爪で脅威を追い払います。伝説によると彼の力は太古の魔神から引き継いだものだと言われています。仲間と共に北風の狼に立ち向かいます。彼はボスモンスターで氷の元素を宿しています。炎または雷の元素を持つキャラクターがいると攻略を有利に進められます。ちなみに氷と炎の元素で誘拐、氷と雷の元素で超伝導の元素反応が発生します。というわけで今回はこの辺で原神のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。